お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM 横浜 DeNA ベイターズベースボールカード2022開封動画、今回はねこれ 5パックやりたいと思います。これね大したことないと思います。直筆サインカードね出ればいいなっていう話なんでね、あのその時はねなんとか目をつぶっていただければねありがたいなと思っています。それでは早速やっていきたいと思います。まずはですね、入江大生、これ投手でございますね。で、平大土外野手でございます。相原龍之介、内野手でございます。柴田達弘、内野手でございます。小深田大地、内野手でございます。浜口春弘投手でございます。2袋目でございます。大貫伸一投手でございます。三上智也投手でございます。東純平捕手でございます。藤田和也選手のねこれカードでございます。で、徳山相馬投手のねカードでございます。牧秀悟内野手でございます。3袋目でございます。宮本周明外野手でございます。松本龍之介投手でございます。藤田和也内野手でございます。で、入江大生投手のカードでございます。梶原浩輝、選手でございます。外野手でございます。田中俊太内野手でございます。4袋目でございます。益子京介捕手でございます。三浦銀次投手でございます。エドウィン・エスコバー投手でございます。田中健二郎投手でございます。三浦銀次投手でございます。カードでございます。田辺隼人内野手でございます。最後の5パック開けていきたいと思います。東純平捕手でございます。宮崎敏郎内野手のカードでございます。宮本周明外野手でございます。池谷壮太投手でございます。梶原浩輝外野手でございます。そして最後は小園健太投手でございます。以上で BBM 横浜 DeNA ベイスターズベースボールカード2022開封動画5袋終わりたいと思います。なかなかね今回はねまあついでに買ったね5袋なんでね、まあ直筆サインどころかあのこういう新限定のね、カードは出にくいとはね思いますけどね、今日こういうのをね久しぶりにやってみました。またこういったお金がありましたらまた開封動画やっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。噛んじゃってすいません。以上でございます。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。